とはいえ2個いたら邪魔やな。邪魔やな。自分の顔がちゃんと映ってるかチェックしながらやな。むっちゃ離れなのかな、うん、で、今回ね、まあ、見ていただく通りバッグ作ったんですけど、うん、はい、まあ特に、予想してないというかさ、まあ、単純にはご発注のところで、ご発注米作ってました、最初に、この皮が違う皮があってな、うん、違う皮、ね、これが来て、ほんでもう一回注文し直してくださいって言ったらこれが来たと。っていうバッグを作ったところを、まあ、とりあえず、ね、これもライブ配信中に撮りながらやったんで、一度動画にまとめました。一度見てください。どうぞ。で、今回このご発注した顔ご発注、二連でご発注二連でご発注で、まず最初にこれが届いて、これ、うん、この色じゃないねな、いつも定番の。そうそう、これが届いて、これが届いてで、もういかんと、もうバッグにしようっつってこの2枚あってもあれやから使わんかったらあれやからね、とりあえずバッグにしようってことで、まずだけで今からね裁断していきますか。限定品のね、限定品でこっちのバッグ、ワンショルダーバッグを、作っていこうと思います、はい、じゃあいきますか。じゃあいきますか。No.
まあ、あのご発注レーザーということで、ね、うん、なぜバッグ作ったかのというと、うん、あのもう早くあの形にしたいと、あの容器使いたいとかを一個作ったらあの財布やったらなちょっとやけど、カバンやったらボンって使うから、そうで作ってみたらめっちゃ可愛いな、これ、うん、可愛い、可愛い、実はなあ、うん、まあ牛革で、牛革で、でこっち一応シルバーなんかな、シルバーっぽいな、シルバーやな、それシルバーとちょっとゴールドのラメン、うん、シルバー地にゴールドのラメかな、ラメかな、まあいいんじゃないですかね、うん、まあ服装を選ぶのはこっちかもしれないな、ゴールド、うん、でもこれ単体見てもなかなかいい色してるよ、うん、重さはこっちは、スーツの場合はいかがでもいいか、今なんか込み入れてるけど紙に、うん、まあ、膨らますために 20g ぐらい
何ぼやな、結構軽いと思うんだけどな、うん、実際元単に軽いもんな、うん、この旅行のそう、あの旅行バッグの、 あの、 なんていうの、うん、何キロ以上は、うん、あの追加料金払わなあかんからっていうのを避けるためのバッグやねんけど、うん、バッグじゃない、あの機械やねんけど、うん、まあ込み入れて、うん、0.64 キロやから、何倍や、600ぐらい、600キロぐらいじゃん、コミ外していいかい、コミ取りましょうか、じゃあもう、うん、めちゃめちゃ入ってるめちゃくちゃ出てきた、まあ、たくさん収入できるところで、うん、コミを、うん、0.57 キロ、57キロでございます、570グラム、大体570グラムってことですね、でございますね、入れとく、はい、散らかってるんで、まあこれでさ、うん、まあこの子はなんかあのまあ予定なかったら可愛いけどさ、可愛いからさ、うん、可愛いよな、なんかあの今作ってるエコバッグとかも、うん、人どれ作ってみたらいいんじゃん、うん、財布も一応これ両方作ってんだけど、財布も確か、こっちだけ作ったらこっちほぼ色似てるから、あやめたから、うん、一緒やから、でまあゴールドノームまあまあ下手したら環境いかんでは、うん、また定番、まあ、としてやってみようかなカボスっていう感じですね、いい感じで、まあ、一回作ってみましたということでした、はい、最後ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします、さよなら。でということで、まあ、ということで、いつもの発注してるゴールドが、うん、そう2回寄りすぎてややこしいね、名前も、うん、しかもゴールドが近い名前やな、うん、で今こういうちょっとしぽって出してるやつがいつものやつで、うん、で一発目がこれか一発だからこっちの色、こっちの色、うん、もうこのゴールド、うん、が来て、うん、あ、しまった違うってなって、うん、じゃあこので、来たやつがこれ次に来たのがこれ、これまあ、シルバーで、まだ届いてないかなちゃんとしたやつは、ちゃんとしたやつまだ言う、2個目届いた時も嫌な予感したもん俺、うん、2個目届いた時にスタッフさんが開封してくれててんけど、開封しながらあれっていう声聞こえてんや、ザラつくな、ザラついた絶対に違うの届いてるわと思ったら、うん、こっちが届いてたと、でも過去にお前もこれもう一枚下にそうなくね、5年前ぐらいに僕もご発注してるんで、この色でも結構あれじゃん、結構俺かわいい感じでできればいいです、うん、まあもうこれも出品して、うん、ちょっと様子伺ってみようということで、そういう感じですね、まあ新作もこれで場所を作っていきますので、また見てくれると嬉しいです、はい、朝でした、さよなら。